山崎直谷山崎直谷は、明治期の官僚。内務省初代県知局長、山梨県知事、三重県知事、区内省長土局長、近景官志向。救命、県語。武前国下群伊佐早村出身。山崎忠し高の長男として生まれる。明治3年6月、新政府に出資市民部省14等出資となる。新設の公部省に移り、 明治4年9月、造船中止に任官。明治5年2月、産業技術調査のため、フランスへ出張。ウィン・バンコク博覧会事務官も務めた。1875年1月に帰国。1877年1月、大上官小書記官となり、さらに同大書記官を務める。1882年2月、 各国憲法の視察を行う伊藤博文一行に加わり、欧州へ出張し、1883年8月に帰国した。1885年6月、初代の内務省県知局長に就任。1887年3月、山梨県知事に転任。予算編成にあたっては、県民の負担軽減に配慮を行う。1888年6月、 三重県知事に転任。前年度と同規模の予算編成を行う。1889年12月、知事を非職となる。1890年2月、区内省に転じ、区内書機関県調査課長、県山品の宮別等に就任。以後、長女局長などを務め、1897年9月に大幹資金警官施行となる。ありがとうございます。